てるのに難儀してる時代ですよ。捨てるのに困ってる状態だから、捨てる方に買うよりも、うん、捨てる方を眼中の若者には、うん、頭に置いとかんと家中も物が溢れる時代すごいいっぱいでしょ、うん。地方の都市から始まったので、東京のような大都市で行われるようになったのは90年代になってからですね。で、まあ大きな都市では当然やっぱり混乱がいろいろ発生をしたり、まあ意図的にルールを守らないというよりもなかなか慣れないので、ゴミをこう細かく分けることができなかったりとかですね。学校で多分習ってると思います。ペットボトルはこうやって分けてね、でこれがこういうものになるとか、これはこういう車椅子の人になるのなんかこう資源になるとか、そういうの学校で多分習ってると思います。生活っていう授業があるんです。分別すればそれほどリサイクルの社会になっていきますんでね、まあ理想的に言えばですね、もう邪魔くさい邪魔くさいけども、うん、そうですね、それがあるでしょうね。